はじめまして、いよいよ始まりました。はい、ドキドキしてます。でん、お休み前の30分深夜のサウンドシャワーロックオン L7。 はい、ロックオン L7 司会の直人美穂です。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、本日は初放送ということで、ゲストには楽しいアーティストさんが来てくれました。関西軽音楽クラブオーケストラからは不思議なキャラクターです、ファンタジーな原千尋さん。はい。そしてダブル千尋ですね、キュートで可愛らしい現役看護師さんですよ、千尋さんです。はい、よろしくお願いします。そして関西のロックシーンでも今少しずつ来てますね。大阪で話題のバンド UK の彼方からギターボーカリスト今木圭介さんです。わっしょいだわん。綺麗なハイトーンが魅力、サードクロスから阿部翔太さん。そして独特の、個性を発揮します、椎名司さんです。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組には学生さんも迷い込んでおります。音楽の専門学生永松くんのベーシストの19歳、最後は現役岡山大学のアーティスト片尾くんは19歳というラインナップでお送りしておきます。本日のテーマは取り返しのつかない思い出。はい、美穂ちゃん何かありますか？そうですね、私は目の前のものに気づかずにぶつかって転がってしまって、周りの方に笑われちゃったみたいなことがありました。ついついこう前に集中しちゃうですね。そうそうそう、あるある、よくあるね。僕はね、はい、買い物行った時に、はい、財布忘れる時ある。ありますね、あるよね。後ろもうめっちゃ詰まってきて、もう絶望感しかないですね。一旦とりあえず置いといてくださいって言って帰るシステム。はい、はい、ということでどんどん聞いてまいりますよ。はい、はい、では原千尋さんどうぞ。はい、私はそうですね、学生の時だったんですけど、学校の放課後の時間で家族に電話しないといけないなって思って、その廊下を誰もいないのを見計らってから携帯を開いたんですけど、ふと目の前を見ると先生がいたんですよ。学校の先生がいらっしゃって、その後携帯を没収されちゃいました。はい、ということで、ね、携帯まで没収されたという、かなりグレーゾーンを攻めてきましたね。はい、ということで現役看護師の千尋さんどうですか？はい、私は社会人になりたての頃に新しく英会話を習い始めたんですけど、まあ、もちろん入会金とかお月謝とか払ってきたんですけど、やっぱり仕事が忙しくなって通えなくなってしまって、やめますって電話した時に、来月分の お月謝を払ってからねって言われて、なんやかんやで1ヶ月分のお給料ぐらい注ぎ込んでやめてしまったことが今でも心残りですね。うん、ビッグビッグスーパー面白い。はい、今木さんはどうなんですか？あ、僕ですか？僕ですはね、お腹すごい弱くてですね、で、トイレに、ね、行ったんですよ。じゃあ、こうズボン脱いでしてたらですね、女性の声がするんですよ。あれ、なんて間違ってるんやろなと思って、で、まあ、いや、とりあえず用を済まして、外出てね、見たら女性のトイレで僕は用を足してしまいました。いや、それはシャレになんないでしょ。ちゃんと看板見て確認しないとね。それ、狙ったやろ。うん、30% 狙いました。はい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 、私の話も聞いてください。あ、鈴木沙織さんですね。小学校の時に同級生の男子に出したラブレターを掲示板に晒されました。私はあの時の圭介くんを一生許しません。ラブレターを出す相手を間違えた過ちです。たまらんやつやね、たまらんやつやね。はい、ということで楽しい皆さんと初放送スタートいたします。テレビの前の皆さん、いきますよ。はい、それでは10組のアーティストでいきますよ。シャワープラッシュどうぞ。僕は何もできない。
けて。今夜も10アーティスト熱いですね。奈良のアーティストなんかも出てほしいですよね。ポテサラちゃん好きすぎるわ。ポテサラちゃんね、ツイッター見たら毎晩抜けてるって言ってました。それはしかし、それは鹿やな。え、まさか鹿ですか。奈良だけに。奈良だけに。あ、鹿委員って言いたいの。え、なんだって。さあ、後半の10アーティストいきますよ。シカとミオ、どうぞ。涙あふれ優しき人、愛しき人、一輪の次は話題のアーティストライブを、先取り紹介するコーナーです。今日はとても評価の高い、ボーカル今井圭介が率いるバンド
UK の彼方の登場です。本当に素晴らしい曲です。彼が16歳の時の曲だそうですよ。いい曲を作るのに年齢なんて関係ないですよね。ロックは年齢や技術ではありませんよね。ましてや教えられるものでもありません。オリジナリティを熱く語ってくれると思います。それでは UK の彼方で君がいるからです。どうぞ。君がいるからという曲を一曲皆さんにお届けしたいと思います。さん決定や。あーやっぱりな、そうなると思ってたよ。はい、じゃああっちでだるまさん役お願いします。私が鬼やんの？鬼やんの？まあいいけど。だるまさんが転んだ。
だるまさんが転んだ。シーナダッサ、何回捕まってんねん。いやだってシーナやもん。なんで僕だけ気づいてくれないの？なんで僕だけ気づいてくれないの？
わおいろんな色でいつまでもずっと輝き続けてたいんだ。どんな時も忘れちゃいけないことがある。色のない僕らをこんなにも染めてくれた人が信じていた。どんな色にだって染められる。怖がってないで踏み出す勇気を。軽音楽クラブオーケストラの美穂です。ロックオン L7。 はい、あっという間に時間となりました。めちゃくちゃ早かったですね。早かったね。椎名さんどうでしたか？はい、皆さんの話が面白すぎて私もずっと一人で笑っちゃいましたね。はい、面白いといえば片尾くんですね。ああ、片尾くん。はい、今雪月花というネット上で作曲者を集めて組んだバンドがあるんですけど、今その制作の方がはかどってまして、今年中に楽曲をリリース準備をしております。ぜひともご期待ください。はい、皆さんぜひ期待してくださいね。また番組にも出てくるかな。出てもらいましょうよ。そうやね。はい、それはそうだ。みよちゃん、冒頭の話面白かったね。もうね、すごく恥ずかしかったです。じゃあね、ちょっと恥ずかしい思いしてもらおうか、もう一人。そうですね、はい、長松くん。長松くんですね。長松くん、どう？先ほどの美穂さんの話と、自転車で話で被ってしまうんですけど、小学生の頃に、自転車鬼ごっこというものが流行ってまして、その自転車鬼ごっこで、僕がそのカーブを曲がらないといけないところを思いっきり直線で走ってしまって、その段差を飛び越えて、その段差の先の木の棒に思いっきり自転車ごとバーンとぶつかってしまって、その反動で、自転車の、フレームですね、フレームのところに思いっきりこう顔をぶつけてしまって、そんで悶絶してしまったのはちょっと苦い思い出ですね。いややっぱり玉松くんやったね。うん、長玉くんかな。長松くん。はい、長松くんです。長松くん、そもそも自転車鬼ごっこって何ですか？自転車鬼ごっこというのは、そうですね、普通の鬼ごっこに自転車を乗りながらそのタッチしていくっていう、まあ、単純な遊び、小学生が考える遊びですね。いやそれにしても鬼ごっこって、結構怖いと思うんです。そうやね、大人になったら余計そう思うよね。そうです、うん、私もね、そういう昔の話なんですけど、うんうん、鬼ごっこしてたりとか、やっぱ追いかけられるからこっちに追いかけたりして楽しく入れるじゃん。うんうんうん、その時に公園の遊具にピョンって飛んだ時に、ずぶっと行って、それこう、こう、向けになっちゃって、うんうん、まあ、その時は泣かずに帰ってきて、泣いてるところちょっと悔しくて、痛くて、ほんで家帰ってから、お母さんが声かけてくれた時にすごいなんか心配されちゃって、うん、泣いてしまって余計恥ずかしいってなっちゃったりとかとはあるんですけどね。そうやね、うんうん、親の顔を見たらね、こう安心して泣いちゃうというかね。そうそう、あるよね、小さい時ね。はい、というわけでお時間がやってまいりました。皆さんは体を大切にお勉強をしっかり頑張ってください。お仕事帰りのお父さんも家事でお疲れのお母さん、きっとあなたがいるから家族は守られています。またそのあなたを守るのも家族ですね。真夜中のサウンドシャワー、いかがでしょうか。ロックオン L7、 また来週、おやすみなさい。岬の風に頬を染め、愛しさに手を引けば涙溢れ優しき人
愛しき人一輪の